はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第6弾をお送りします。で、今回はこの5つの熟語をねやっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひね動画止めてやってみてください。じゃあ1番からいきましょう。で、まずこれが be absent from です。 be absent from ほにゃらら。で、これでこのほにゃららの部分を欠席するです。ほにゃららを欠席する。で、この be absent from はよく出てきます。で、その反対を今回一応紹介するんですが、つまり反対なので出席するですね。で、出席するも be 動詞を使って be present at です。 be present at ほにゃららギリギリだったね。これでほにゃららを出席するという意味になります。しまった、上は青だった。これどうしようかな。ここに一応反対なんでね、意味を書いとこうか。ほにゃららを出席すると、まあ、若干ねマニアックではあるんですけど、まあ、せっかくなんでね一緒に覚えちゃってください。欠席と出席ですね。で、次が be able to ほにゃらら。これも be 動詞を使ってます。で、これで本当はねほにゃららすることができるっていうのが正しい言い方だと思うんですけど、まあ簡単にごめんね、覚えれるように、まあほにゃららできるです。で、これは同じ意味のものがあって、これはねあれですね、もうできるって言ったらあいつしかいねえみたいな感じになりますけど、できるなんでキャンと同じになります。だ、普段学校多分中学校2年生かな、キャン今、まあそうキャンを習うんですけど、でその時にその be able to を紹介される時もあるし、先生によってはとか、あと教科書によってはねこっちが出てこないこともあるそうなんですけど、まあ、必ずこれは習いますよね、キャンに関しては。で、キャンと be able to が同じだから書き換えの問題とかはすごくよく出てくる問題なので、これセットで覚えちゃってください。はい、またね、青を使わなかったっていう。ちょっと待って。俺は絶対後で間違うからごめんよ。あれ気にしないで。これ消すマークね、俺がね。青だった。で、次が、a cup of ほにゃららです。a cup of ほにゃらら。で、これで、一応まあ、この部分はね、無理に訳さなくていいんですけど、ちょっとごめんよ。関数字。あ、どっちでもいいか。一応、数字数か。まあ、一杯のほにゃららです。例えば、a cup of tea。まあ、紅茶とかお茶ですよね。tea が来れば、一杯の紅茶みたいな感じで使います。いいかな、一杯の紅茶。で、これは一応まあ、おまけになるんですけど、まあ、複数形。で、これはね、間違いない。こう、to だけね、残します。赤にして。今、a っていうのは一つって意味があります。だから、a cup。ってなれば、一杯のほにゃらになるんですけど、で、例えば、二杯のコーヒー、あ、違う、二杯の紅茶っていうときどうなるかっていうと、to が来たら、気をつけるのはここだけです。そのカップの部分を複数形にしてください。で、前置詞 of は変わらないので、まあ、こんな感じ。to cups of ほにゃらら。to cups of tea って言えば、二杯の紅茶みたいな言い方ができます。まあ、ちっちゃいことですけどね。まあ、こういうところでもしミスしたらもったいないんで。こんな感じになると。ごめんね、ちょっと喉がおかしい。ごめんよ。で、次が instead of ほにゃららです。instead of ほにゃらら。で、これが、これは長文で、まあ、ちょこちょこ見るイメージですね。ほにゃららの代わりにっていう言い方になります。ほにゃららの代わりに。で、最後が at the same time です。で、これはですね、あの、same、同じです。time、時間なんですよね。で、まあ、同じ時間っていうとこね、あの、フレーズが入ってるので、まあ、そこから想像もできる役なんですけど、これが同時にと、だから同じ時間にっていう感じだね。同時にという意味になります。ごめんな、ほんとおかしいのか。ごめんよ。はい、といった感じで今回はね、この5つ紹介させていただきました。お待ちください。
よいしょよいしょ。この英語の部分と、待ってね、そこのここと、まあ、出席欠席ね、セットで覚えてほしいんで、この部分と be able というか can と同じです。で、ここは一応 to は指定しておきたいので、まあ、to ほにゃららですよね。2杯になったらどうなるかっていう書き方を、まあね、こんな感じでテストしてもらえたらと思います。では今回はね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。でね、次回がいつになるっては指定できないんですが、また、ね、撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。